っしゃい、ハピハピハピよっしゃい。アニビエモコイヤスダ、アンクアーちゃん、アンナネコレイちゃん、やべっ、めっちゃ出てる。あれ、パイパイに寝ますらしい。目覚ましね、確かに。あれ、いやしゃい、みやしゃい。だるそう。うん。確かに。コージらしゃい。みやしゃい、みやしゃい。お疲れっす、お疲れ。マネマシ、アズキチヨシ、モディゲクヨシ、ガクヨシ。チーブシャンシャン。今日フットサルよ。いや、フットサル悪いけどね。俺ができんね。違う。無理だろうな。難しいじゃん。最近松本の子かなりして、スレープクラウトビーモノチューらっしゃい。ササイらっしゃい。まあ、眠って街で少年見てんだけど、やばチータイらっしゃい。エナイらっしゃい。ピッとしないしね。いるか。いや、もういいわ。寝てた。海パン2号、熱恋らしい。そうだけど、アウマニアらしい。ただいいかな。サイらしい。キーらしい。ようやっしゃい、ようやっしゃい。おい、おいって、おいって、デカプいらっしゃい。積みやっしゃい。
ヒロトです。ユニューさんがしゃい。それです。ゾンキングがしゃい。エセルがしゃい。オチマンがしゃい。お前フグみたいだな。まあ何でもいいですけど。ここよ。はい。フグでいいんですけど。はい。やめて。やば。5時に起きれんかったしね。やばすぎでしょ。どうしようかな。ナオニャンやっしゃ。どうしようかな。考えてね。上田もさえらしい。今日は何してたの？いや、何もしてないっす。まずコンビニ？今コンビニだけど。何する？いや、何しよう。エミちゃんいらっしゃい、コイいらっしゃい、エミちゃんいらっしゃい、彼の住人、エイさんいらっしゃい、マッチいらっしゃい。とりあえずしこり、いや、バニーやっちゃう。ちょっとお腹すいた。あ、特命さんお茶漬けからと、ペペ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 ペ、はぁ、なぜ。アルチェンやしレインメーカーやしウズキやしよいしょよいしょかな。シジマやしトゥナイトやしまあし疲れ取れない。うなぎセケトいらっしゃい。うなぎがいらっしゃい。これが発狂してるね。いや、お前殺狂してるでしょ。ふんたらいらっしゃい。ふぅ。うなぎの日マジで。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。ちょっと、ウニオン買ってくるわ。やべっすよ、これ。さっといらっしゃい。なあ、バナいらっしゃい。神宮寺、葵さんいらっしゃい。モグモグいらっしゃい。こちらちやべ。ああ見て。
るさらっしゃい。茶バッグ。うまい。普通は茶バッグ入ってたんだけど、入らねえじゃん。で、やばい。何のシャレも。携帯止まるな、俺。飲んじゃんしゃい。バイクやしゃい、クーやしゃい。これまずっ。これまずいだから。ないらっしゃい。ピアノ姫らっしゃい。スーザンらっしゃい。ないらっしゃい。真っ赤。やべえな、明日からどうしよう俺。どうすんの？どうしよう。あ、携帯は止まるね。間違いない。もったいないことも起きる。そして世帯分離されたん。あ、されたね。私もやっといるけど世帯分離してるで。それされたらどうなるの。今日自走。じゃあ君の車で、君の車で行こう。
20個ある。なんでやねん。君の車で行く。行こうよ。終わったら。家に。海が。お前こそなんだ、真っ白な肌しやがって。俺真っ白な肌じゃなくない。超黒いんですけど。いや俺コロナじゃないっすね。コロナだわ。コロナだわ多分。違うね、コロナだ。なんかむくんでる。いや、むくんでるっていうか、そういう顔だね。コロナの色ってどんな色なの？水の味する？いや、しないっすね、うん、てか水って味あるっけ？まずあるっけ？まず携帯止まるから誰か助けて。マジで携帯とか、携帯だけは止めたらあかん。ちなみに携帯代は今月の携帯代71,382円ですよ。1,382円です。なんで？いや、なんでってガチっす。証拠も、証拠見たいっすか？見たい？いいよ。AUA マイページ開かないといけないけど。あ、いいっすよ。仕分けみたい、うん、先月がね7万円でした。先々月は6万円、うん、来月はちょっと安くなりますね、うん、この EU ペイが使えなくなるんで安くなります。その分まとめてファッシュ払いでもしてるの？いや課金だね。課金っすね。課金？課金です。課金とあとあれですね、あの電話っすね。電話で長時間電話しすぎてるからね。寝落ち電話でもしとんのけ。いや寝落ち電話じゃなくて、あの最初から寝てるっす。
電話かけて向こうが出る頃にはもういびきかいて寝てます。だから僕の電話取った人はどういうことこれってなってるんです。もしもしって言ったんじゃない、あかけごしろや、どうやってるんですか、暑い、暑くないよ、かけ放弾プライン、かけ放弾プライン入ってない、入ってないね。すぐに寝てますね。プラン見直ししたらめんどくさいですね。どうやって見直しするんですか。お前と通話したい、番号教えるから深夜にかけてきて、じゃあ書いといて番号、かけ号にした方がいいの。やべえ、マジやべえな、あさってから止まるな携帯が。何日間の猶予があるんだ。なんだいびきプランって。止まるのきついよ。家だとネット環境あるの、まあ Wi-Fi があるからいいけど、まあボロ Wi-Fi なんであんまりなんだけど、カツノスケらしい滞納ばっかしたら次携帯ローン通りにくいよ。いや滞納ばっかっていうか滞納してないんですけどね、今回はマジたまたまなんだよね。九州旅にね、集中しちゃってて、お茶爆の申請出すの忘れたんだよね。10日になっちゃったよね。意味わからん時にショップ、いや意味わからん時にショップなんか行かないですね。かかってきて即いびき聞けるのがいびきプランだそうです。いらっしゃい。変えられたんでどういうこと、別名無呼吸症候群プラン、しゃマジで。C ラップ、 C バップじゃないの、何 C ラップって。いびきプラン一番無駄金やな、いびきプランは。まっちゃん何があった、ノリが悪いぜ。いや明日は給料が入らんからね。CWAP 返却させられてた、なんで返却って、使ってないからじゃないのそれ。世帯分離からの生活保護コースか、やばいじゃんそれ。CWAP なくなったら俺と一緒だよ、頭に酸素がいかなくなって脳梗塞になる。世帯分離されてねえ、松本っていう名字から変えられ、生活保護コース、いやまあそれはないっすね。まだ、あ
イエットしたら、どうやってすればいいの、ダイエット。名字変えられたな、あれだろ、やっぱリスナーに言われたんじゃない、リスナーに、あいつのリスナーに。あいつのリスナーだって俺がなんかね、家で飯食うだけで怒ってくるもん。マジで。マジで。家でご飯食うだけで切れてくるもんね。抜けたん？抜けさせられたんじゃない？天神祭りっていつだの？天神って今日じゃねえか、なんなら日にち的には。あ、今日だよね。子供しかおらんくない。うん、大阪やろ。いや、松江の天神町ってあるね。なんで変えられるの？いや、だから自分どこのおせっかいリスナー、人のおせっかいリスナーね、言うこと聞いてんじゃん。一言どうでもいいからほっとけよで終わるのに。わしらくんいらっしゃい。やばいっすわ。世帯分離に戸籍抜ける。イカルドのリスナーか。イカルドのリスナーでしょ。だってイカルドのリスナーって俺がさ、うちの家でさ、飯食うだけでさ、めっちゃ怒ってんだもん。俺が家で飯食うだけでめっちゃキレてるの。飯食うなよって。飯食うなよ。庄原祭りはいつなの？赤の他人が勝手に家で食事してたら怖いだろう。いや、赤の他人じゃないけどね。赤の他人だったらまあ怖いですけど。飯行こうぜ。いや、マジで行きたいです。ケビーしゃべ。マジで行きたい。最近さ、来る？え、どこにですか？ごめんね、一言だけ言いたいんだけど、最近天然ちゃんと連絡取ってる？取ってない。全く？うん。うん、じゃあいいや。じゃあ次コールで言う必要ある？
じゃあさ、追コールで言う必要ないって言ったじゃん、さっき。じゃあ、LINE だったり？いや、だから LINE だったりっていうか、もうその話終わったじゃん。じゃあ、これから LINE でいつも聞いていい？いや、どうぞ。イエーイ！それやばいでしょ、リギーの彼、彼女は。あの、あの元彼に刺してる人だからね、背中ブッサッて。やばいよ、あれ。もしどぶいらっしゃい。しつけーな、この殺人犯。あの、背中刺したのは元彼じゃなくて父親な。うん、ああ分かったけ、バカ。どっちとってもやばいんですけど。どっちとってもやばいんですけど。うん。上には上がいますね、やっぱり。上には上がいますよ。俺なんかも実験でさ、ね、生えた時で平八の頭のパチンって叩くぐらいで言われるのに、これは親父ザッて背中刺してんだよ。いや、パニーなんて、うちの家にね、あの、住んで何日も経ってたら、多分イカルドのこと指してるよ、間違いなくイカルドのこと指してる。だいぶ、つまり。じゃあ、住んでいい？いやいや。いやいや、無理です。じゃあお前のこと刺していい？いや、それも無理です。どっちか二択。いや、住んでいいかお前のこと刺していいってよくわからないです。どっちか決めて。いやいやいや、どっちも嫌です。早くして。何早くしてって。私には寿命がないから。早く今決めろ。早くして。寿命がないってどういうこと？死ぬの、あんた。2% しかないから。うん。なんで？ 2% しかないから。早く言って。どっち？いや、 2% しかないからって。なんか 98% 何で死ぬんですか？だから絶対実現するから早くしろ。実現するかって、自分の周りから半径 100m も出れない人がどうやって。好きだい、てめえ、この野郎。おめえ、この野郎。おい、お前さ、どうて終わったき、うどうてしてた瞬間に、いい。気にとってんの？女ってちょろいね、とかって言い始めて。気持ち悪いんだよ、バカ。じゃあな。全然ないから。この人はね、あの、東京のね、あの、勝どきに住んでる人です。いや、充電ない。入るわけど、全然落ちてねえじゃん。意味が分かんない。薬中華、こいつは天然ストレートの配信で、天然ストレートが配信してて、で、なんかこう、パニーに会ったんだって。その時に天然ストレートが、ニコ生かなんかやってたんかな。うん、パニーだと危ないから、ふわっちゃったら。そしたら天然ストレートと会った瞬間に、バーンってこうやっておっぱい出して、テンストをね、あの、バンにさせた女。
まあ、だからそのあのこの人ちょっと登場人物が多いんで、ちょっとなんかもうめんどくさいんですよね。まあ、本当はイーブイってのもいるんだけど、今はもう関わりないんだけど。ね、イーブイはパニーとはあるのか、まあありそうだけど。激しいっすね。いや、だってパニーなんかはもう結構長いからさ、うん、結構リスナー歴も長いから俺も結構知ってんだよね。まあだからパニーさんはね、もともとね、あのお金持ちの旦那さんがいたんだよね、うん、お金持ちの旦那さんがいつもの、まあ、当時は追放じゃなくてコラボなんですけど、上がってきて、てめえら牛の旦那みたいに年収3000万あるのかよ、入ってお金マウントしてくるんですよ。まず私はお前らと違って金持ちなんやって、でリスナーのコメントは全部それって旦那のお金でしょっていう。うん、ああ知恵にゃ旦那のお金でしょって、でそっからなんかなんだっけな、まあ結局旦那さん、まあその後こうイーブイと仲良くなって、で今度旦那さんがパニからパニを見切って逃げて、でなんかその旦那さんが元旦那がイーブイともちょっと仲良くなって、それでイーブイに相談してたんだっけ、なんかわかんねえけど。いや、ちょっと待って、もう 1% しかないからはっきり言うけど、あ、充電が 1% しかないんだね。君なんか寿命が 1% かと思った。あ、でも 40歳前に私死ぬって言われた、この間。でもなんかパニってあれらしいね、なんか俺より年上らしいね、まさか。あ、違う、絶対それはない、それはない、絶対マジでない、それは絶対ない。誰から聞いたんだよ、誰だその情報なわけ、誰だよ。いや、俺より上なんでしょ、絶対ねえから。そういう情報って全部あのもう入ってきてるんだよ。んじゃあお前な、生年月日教えてみ。昭和62年だからワンチャンタメか1個上ぐらいでしょ、自分。え、同い年ぐらいじゃない。うん、ってことは多分あなたの昭和何年なんですか。え、昭和、え、ぶっちゃけて言っていい。はい、もう EV にバラされたから62。ああ、じゃあタメじゃん。いや、きついわ。何、引かないで。じゃあこのタメ、ね、引かないで。あ、で、ちょっと待って、ちょっと 1% しかないからちょっと喋らせてよ。いや、知らんけど頼むよ。喋ってるじゃん。なんだっけ、さっきあなた何つった。年収3000万の旦那が、年収3000万の旦那がいて、で、ま、そうだって、そうだって。で、その旦那が、ね、何なのこのおばさん。ちょ、やめて、なんで、くそ。年収3000万の旦那がいて、年収3000万の旦那に見切られて。見切られてませんけど。え、そうなの。ね、お願い、 1% しかない時に私の話すんのやめて。やったー、 1% しかないから早く充電切れろ。やだやだ、早く充電切れろ。いや、お願い、やだ、誰か充電ちょうだい。ちょっと待って、で、待って、で旦那に見切られ、 EV もあ、だから私 EV 全部私もう暴露するから大丈夫よ。あの暴露ってもうみんな、あのヤミーのところで、うん、ちょっともう動いてっから。子供もなんかあれなんやろ、なんか施設なんだろ。だからなんだよ。え、だからなんだよ。でもそれも聞いたの。じゃあお前なんて精子無駄遣いしてんじゃん。え、どういうことですか、精子の無駄遣いって。え、精子使ってないじゃん。精子の無駄遣い、精子の無駄遣いとは。
いや、だから出すだけ出して別にそこ繁盛させてねえじゃん。無駄遣いっつってんだよ。いや、そんなこと言ったらオナニーできませんけど。いや、だからオナニーって、私男のオナニーってなんか本当に無駄遣いだなって思っ早くてる。1%の充電切れてくれねえかな。本当に1%なの、あなた、それ。え、ガチで1%。やっ た、そうだっ早くて、切れ本る当わ。帰る。なんでだよ。ねえ、ねえねえ、ちょっと待ってます。あとでちょっと電話していい、個人的に。本当にこいつよりやっぱチエニャンの方がよっぽどいいわ。チエニャンの方が君よりも下なのに。まあでも年齢大して変わんないんだけど、一つしか変わんないんだけど、チエニャンの方が全然マシだわ。まあどっちもどっちなんねえ、だけど。あ、そう、それもそうなんだけどさ、チエとさ、ちょっとつなげて。いや、チエつとなげ喧て、嘩ちしてょっと。さ、意味わ連かんない。絡切れちゃったんだよね。で、チエと喧嘩しちゃったの、1年前ぐらいに。知らねえよ。いや、知らねえよ、絶対。だから、つなげろっつってんだよ。なんでつなげろの意味がわかんない。つなげろっつってんだよ。あとで電話すっからな。早いいく充の？電切れてもらっていいっすか？なんでだよ。じゃあ分かったよ。じゃあ帰るわ、ボケ。帰れよ。いいな、こいつ。やね、変な人でしょ。前からですよ。なんだ？なんか今日、とつまちじゃねえ。俺別に。なんさっだ？きの女の人ですごいこう引き締まった感じとやる感じたんですよ。てか、マティヤスさん、今日もそういう包まれてる感じします、なんか。意味が分からん。引き締まった感じがしますって。全くないって分かんねえよ。だって引き締まった感じがしますって。え、だから世帯分離と戸籍を変えられてるんだったら、俺は今日家に入った時点で不法侵入なんだけど。不法侵入なんだけど。自分がないからね、イカルドさんって。イカルドさん自分がないから、コメントに全部流されるままだから。昨日の配信とか見ました？昨日の配信やばかったっすよ、マジで。もうね、見てない？昨日イカルトが配信してて、で、なんか半額の、寿司のオードブルみたいな寿司買ってきてて、で、その寿司をね、いや、まあ俺の話題とかしてほしくなかったんで、俺無言でずっと食ってたんですけど、無言で食ってたら、なんか異変8が寿司は1個までみたいな、あれだ、なんか全種類1個しか食うなみたいな、わーいっつって、卵で2個食ったんだよね。そしたらめちゃくちゃ切れてきて。あの囲いもめちゃくちゃ切れてきたからね。マジで本当どうでもいいようなことでぶち切れてきやがって。青リンゴいらっしゃい。
卵ぐらいいいだろう。それでガチで切れてくるからね。まあいいやね。え？世帯分離したなら低所得者となるはずだから給付金対象になる。俺低所得者なの。まさかの。俺低所得者だったっけ。卵で怒るんか。卵でだから切れられてるみたいです、ね。まあ、そんなことはいいんですけど、そんなことはどうでもいいんだけど。うるせえんだよね、ほんまに。ああ、飯食うだけで、ね、食わすな食わすななんだから。ほっとけようになったよ、ね。今までは平八に入ってたけど、マティアスが世帯分離になったら10万円がもらえる、らしいです。マジで？じゃあ俺世帯分離してほしいんだけど。てかもうしたんでしょ、世帯分離と戸籍変えたんでしょ。じゃあ俺今こうやってる時点で俺不法侵入やないかよ。お前警察呼んでみろよ。いや言ってましたよ昨日、戸籍も変えてやるって。明日は世帯分離しに行くんでとか言ってました。平八が、いや俺が、いやいや本人が言ってたからね。本人が言ってたからね。性別も変えろ。なんで性別、なんで性別を変えるんだよ、意味が分からねえ。戸籍って簡単に変えられないんじゃ。ちなみに戸籍ってどういう時に変えるの、逆に。あ、にもちゃんおしゃれ、ありがとう。戸籍ってどういう時に変えるの。知らないと、デキャンタせんといけない。デキャンタパインできるよね。ふとした時、なんでふとした時って。いや、待てよ、ちょっと待って、一個ずつ片付けていこう。まずちょっと待って、世帯分離となんとかっていう以前に、ちょっとまず明日の携帯代だね。明日の携帯代どうしよう、マジ。71,000円。71,000円。いや、もうまた俺 Wi-Fi 生活になるんか、俺。待って。俺さ、今さ、クレジットカード使えるんですけど、これもしかしてまた止められる？クレカ。クレカ使えなくなる、明日支払いできなかったら。イカルドと仲悪いの、イカルドと仲悪いんじゃなくて、イカルドのリスナーと仲悪い。だってあいつは関係ねえのにめちゃうるせえじゃん。ほっとけよって思うけどね、人んちの家庭。だから松本家になったみたいな感じで口調で言ってくんじゃん。デビットな関係ない。
や、クレジットも使えるし、あの俺ビジネス口座の開設、ビジネスなんかそのビジネス口座っていうペイペイのビジネス口座の開設の審査も通って、俺ビジネス口座も開設できるようになったんだよね。それも使えなくなる。なんかね、ビジネス口座っていうのも使えるようになったんだよ俺。なんか俺がなんだっけ、怪しいって、だから俺がなんかあの仮に仕事会社をやるときにそのいくらが限度借りれるみたいな、ビジネス口座ってのがあるでしょ。会社やんねえだろ、やらないよ。法人口座的な、まあ多分そうだね。そう、融資ができる口座の審査通ったんだよ。なんか知らんけど、いやなんか普通になんかどっか沖縄かなんかでペイペイ銀行から電話かかってきて、え、なんだと思って、俺支払い忘れたんかなと思ったら、いやなんか松本明さんですよねみたいな、ビジネス口座開設の件でちょっと話したいんですけどみたいな。うん、でそれなんか審査あるんですけど通ればみたいな。融資して返済したら、ん、どういうこと、それ何なの、それをそこから金借りれるってこと、上限が1000万までがええ。いや詐欺じゃない。年利も なんか言ってたな。なんていうとこ、やっぱりペイペイ銀行の、ペイペイ銀行のビジネス口座開設みたいな。不正投資なんだよ。 15% とかだったら何のメリットもない。確か15ぐらいやったはず、 15% ぐらいやったはず、年利が。それぐらいやったわ。世帯分離したなら借金しまくって自己破産しろ。そしたらどうなんの。あ、だから銀行から金借りて会社の資金に使えるの、だからそういうことでしょ。だから自分が仕事するときのお金でしょ。だからまあ別に使わないんですけどね、そんなやらないんだけど、ただなんか普通にペイペイ銀行の人が窓口から電話かかってきて、まあ、解説してもいいかなと思って、まあ、まあ解説してもいいと思うかなじゃなくて、待ってブラックだからこれどうなんだろうと思ってやったけども、まさか通ったんだよね。うん、で通ったからなんか連絡来てんだけど、通ったんでなんかなんかこの手続きがどうのこうのみたいな感じでなんか連絡くださいみたいなの来てるけど、いやまあいいやと思って、年利が 1.8 から 13.8 ってことはだから 13.8 なんじゃない、ブラックとは。いやだからブラックだったんですよ。なんで通った、いや知らないよね。だからここ最近携帯のお金はちゃんと払ってたからじゃないの。だって俺そもそも携帯のお金でブラックだったから、滞納で。配信業も有限できる、だから普通にそれができたってことは、うん、いやクレカ作れたっていうか、なんかもう俺このカードデビットじゃなくてクレカになってる気がするんだけど、そもそも。携帯で自分に払ってそうだよ、必要なくない？いや必要あるやろ、あるやろ必要は、めちゃめちゃ。それした方がいいでしょ普通に。キッチングカーでも出して、暗証番号ですか、1209っす。それなんかなる教えたら。
マティアスは有限会社に作れない、作れたとしても合同会社キッチンカーしてですね。ATM 行ってカードで、あ、でもそれは、あ、だからそれは、だからまたやらないといけない。うん。だから ATM 行ってクレカ、だからそのカードにもう一回、あの、お金借りれるかって審査して、それ審査受かれば、多分、つくに、あの、いけんじゃない。そんなことで携帯代どうするの？いや、だからまた信用に傷つけるだけだよね。払えねえから。払えないかもしょうがないよね。で、明日払えなかったら、それ大体明日払えなかったとしても、それ何日間か猶予あるよな、携帯止まるまで。その猶予が、携帯止まる猶予が何日後か知らんけど。キャッシングはやめた方がいいで。あ、俺ちなみにキャッシングしたことあります。21万、昔。うん、僕はあのね、あの大塚製薬っていうとこで、あの仕事してる時にね、あの夢タウン泉の、なんた、あの、夢タウン泉の何だったっけ、なんたらっていうクレジットカード作って、うん、で、その時めちゃくちゃパチンカスだったんで、あの給料持って行って、しかもその時はスロットじゃなくて、あの北斗の、ま、あのマックスタイプのパチンコを打ってたんですよ、ずっと。でその時にね、あの金がなくなりすぎてやべえと思って、でも本当にもうやばいやばい、まだ打ちたいってなったんで、あのそのクレジットカードから、うん、あの21万引き下ろして、うん、21万なんでそんな半端なの。いや、だから50万まで借りれたけど、なんか50万全部借りるのはちょっと怖かったから20万にしてたけども、20万借りた時に、いや最後のラスト1万つって言って、それで引き下ろして21万だった。うん、そしたらね、あの利子ばっか払ってたっす。元金っていうっけ、それ払わず利子ばっか払ってた。いや違うな、利子じゃねえな、毎月4000円ぐらいが利子だったとしたら、1万円払ったとしたら、うん、6000円払ってたね、毎月。あ、利息、うん、利息。いや、せねえよ。じゃあほんまにちょっと世帯分離されたかちょっと聞いてみるか、リガルドに。してないやろ。いや、してんだろ、あんだけスルスル言ってたんだからさ、昨日。してんだろ。してないわけよ。電話ってなんだよ。ちなみにマルコスちゃんもイカルド側だからね、うん、マルコスちゃんもマルコスちゃんもイカルド擁護派側だから、ね、
だってマルコスちゃんはあのあれ昨日ね、なんだっけ、あの飯食ってるあの寿司のやり取りしてる時にその間にあのイカルドにナイスをしてるから息子にもっと言ってやれみたいな感じで、評価じゃないけど、ナイスしただけで。いや、お前さんもう普通にあれでしょ、やっぱり。親子仲良くしてほしいって思ってるタイプ。カルドとの修復は不可能だ。まあ、そうだな、不可能だな。普通に。なんであいつ。不法侵入。うん、だから本当に不法侵入なのかっていうあの証拠欲しいよね。うん。そしたらもうしゃあないから、うん、しゃあないからもう代官行くわ。本当に戸籍が抜けてね、外されてるのか。まあそれぐらいはね、ちゃんと証拠取らないと。証拠がないわけ。証拠あるの？あるでしょ。本当に戸籍をが抜ける羽目になるんだと。普通本人の許可なしにできないと思うけどね。世帯分離とかそういう意味じゃないよ。どういうこと？もしかしたら有印紙、私文書偽装でイカルド逮捕。ああ、まあそれもあるね。ワンちゃん。偽装なんじゃないそれ。許可したの？いや許可なんかしてないですね。俺も聞いてないんで。不要。不要から外された。いや、それもありえないでしょ。僕は国保っすね。社保じゃないっすね。不要だったけど、そもそも不要じゃなくなってたんだ。いや、俺不要だったんだよ、ちょっと前まで、何年か前まで。不要だったんだけども、そっからあの、不要じゃなくなってる。そもそも。
かん、いや、ミロ君がちょっと出ちゃうから、先にちょっと部屋にアイラストをしないと。あかん、あかんぞ、動きなさい。いい年して親のだから親の不要じゃねえって言ってんだろ。世帯分離、世帯分離、なんだよ世帯分離って。意味が合わない、知らない世帯分離なんか。別に食べれるでしょ、なんで食べれないの逆に。おい、あ、ミノが何か食べたわ。あ、病院連れていかんと。これじゃない。それ中流じゃん。中流のあんたがやった、あんたの直接やったらダメだわ。いや俺やってねえけど。こんなのあんたが中流入ってる、自分で噛んだんだね。あんなとこやっておけ。かわいそうに。なんだよ、なんでそんな買うよ、俺の背中かくよ。あ？なんで俺のもの買うよ。じゃあ病院連れてっけ。なんで、あんたもだってチュールは食わしちゃいけないんだろ。食わしちゃいけんのじゃなくて、チュールをあんなところに置いとくのがいけんで、いつもは、なんであんなとこって言うけど、ここですけど無理だろ。また人のせいかよ、俺のせいにすんなよな。俺のせいじゃねえだろ普通に。すべて俺のせいにするなよお前。なんで逆に俺のせいだ。だって普通に袋に入ってるのに。だけその袋あんたどうしたんだろ。袋にもやってたらダメだよ。いや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 、ここに置いてただけなんですけど、ここに置いてた。まあ、取るわけないじゃんこれを普通に。これ買って。全く意味がわからん、マジで。いや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 、ここは聞いたの別に。だってあんたたちの餌もここに置いてるんだから。はぁ、いや普通にここに置くのはいいやろ別に。でこれ取ってねえんだから、人のせいにすんなよマジで。謝罪しないといけない。
人のせいですね。そうなの。あ？そう、噛んで、全然噛んで。あ、そっか、足元、足元。噛んで食べたでしょ。だからあんたが出したんだろ、普通に。出したことなんか、中学生の一生懸命何言ってんの。なんか虫を食べてる、ちっちゃい。で、吐き出してない。で、虫も一緒に食べちゃったんだ。だからあんただろ、普通に考えて。あんたしかいないんだから。日系人のせいにさ、ね。あんたしかないんだから。いつもお前らなんでいつも仮面叩くわけ。またそんなことしたらいけんか、足元。いや、あんたさ、自分の言ったことは。まあいいけ、人のこと一人。いや、あんたのこと言っていますけど。あんたのこと。え？なんか意味のわからんこと昨日言ってましたけど。え？なんか意味わからんこと言ってます。結局どうなったんですか、その話は。え、スタグレーションやったらなんか紙もらってるはずだろう。むしろ卵焼き食べさせてましたけどね、勝手に。おい、どうなっとるや結局。うん、どうされてないの。山本さん、まさにやはり昔から結局どうなったの。倒していいんだという憲法の定められてる。違う、どっかあんたが来てるの見たわ。いや違う、ミロ君もだじゃなくて、ミロ君はいいけど。いや世帯分離のなんか戸籍謄本。それはお母さんが全部やってることだと思う。じゃあもうやったってこと。知らない、聞いてみたの。特権的な人たちが聞いてみたら、でそういう人が出た場合にはそういった人たちを暴力で伸ばしてる。聞いてない。これはまあ本当に合衆国憲法ができる。そしてまあ1989年に合衆国政府ができて第一次会。どうなってんだよ。で困るのじゃなくて、やったかやってないかって話。なあ、やだ。どうぞ。世帯分離だの、戸籍謄本だの、携帯代だの、どうなったよ。いや、どこだ。ん？世帯分離したよ。これからあなた健康保険を自分で払って払う。自分で払う。あと保険証も変わったけんね。あんたに渡さんとけん。ん？新しい保険証。早くじゃあ渡してくださいよ、早く。で、その証拠はどこにあるんですか。証拠って言ってたのあるわね。新しい保険証もらってるわ。渡すけど、ちょっと待って。いや、ちょっと待ってじゃないよ。これ洗ってよ、干さないと。絶対嘘。やるわけがない。嘘ついてます。証拠お願いします。本当なのか。本当だよ。いや、そんな嘘ついてどうするだ。この人嘘つきです。あ、本当に。じゃあ嘘じゃん。じゃあ証拠は、証拠出してじゃん。なんか証拠見てね。保険料払わせたら病院行っても保険効かんよ。うん、だからその証拠を見して。ちょっと今だってこれ洗ってるでしょ。もう先せんと。いや、それ俺が洗っとくけん。世帯分離されたんですよね。だから俺が洗っとくんで。ね、いいっすよ。それ俺が、いや、いいんで、俺がやっときますんで。そうなんだ。それ関係ないんで、あなたに。スマホ持ったまま洗えるわけないじゃん。
いや、スマホ置いといてやるんで大丈夫です。あなたがやらなくてそんなこといいんで、僕がやるんで、早く邪魔でどいてください、どいてください。やるわけないでしょ。これは嘘だよ。本人承諾なしにスタイプにはできないよ。下よ、別にできてる、簡単に。うん、だからじゃあ早く、じゃあいいんで証拠持ってきてください。俺それやっとくんで。まあそんな証拠持ってもって保険証が来たのに、からにできて。いやいや、だから、いやだからそれ持ってきてください。そんなことして洗えるわけないでしょ。いや別にこれ片手で、片手じゃないんで。片手でしょ。そこで綺麗に、ね、なんか洗って、それから洗濯機で洗う、もう一回洗わないで。っていうか、何、まずこれ必要なんすか。いるよ。なんで。その裏側をこうやって寝ないと、あの椅子に全部毛がつくもん。いや、これだっていらないでしょ。なんでいらんの。だってこんな布団めっちゃあるやん。違う、毛がつくけんだわね。だから何で、そのスルスルしたのを下に敷かんと。いや、だからこんなめっちゃあるやん、こんなし。いや、めっちゃなとないよ、何言っとる。いや、あるじゃん、ありますけど。だってもう、とにかく捨ててしまえばいいでしょ。いつもこう、またいつどうなるかわからんけど、うん、そんなもん洗って使うわね。そんないつまでもかでも見ろように、で見ろようにしたらもう人間使えんでしょ。まあそんなのいいわ、早く持ってきてよ。向こうもスカート畳にもこぼれてるんだけ、畳に使うでしょ。はあ、畳の上に入ってるでしょ。本人なりマティアスの承諾なしに記載して提出したら捕まるよ。だって、うん、ちょっと待って、うん、何これ。ちょっとよく意味が分かんないですけど、嘘つく意味ないって。じゃあ保険証もらわないとね、本当なら。保険証、で保険証はどこにあるの。まあ、で今ゲームはできたのか、今これしとるんですか。もう大丈夫か。なんでだ今こっちこれしてるそんな彼らの思いを救い上げたのか。委任状がないとしちゃダメなの。あなたの、うん、ケースのケース、はケースのケース入れのケースに入れとく。これベラベラの感じだけ、ちゃんとあの今の保険証と委任状、委任状書いたの。いや、そんなの書いてない。だってあんなのできる、簡単に。新しくこれだけ、もうこれしか使えんけんさ、これあの保険証入れのケースに入れらんとダメ。いや、ちょっと貸してケースは持って。いや、いいけん貸して。 なかったらあげるよケース、あの硬いケース、ケースがなかったらあげるか。で、俺世帯主になったの、ここの。そうだよ。あんた一人のだわ。じゃあケースちょうだいよ。もう今あらここ今いる。いや、今あげるかって言ったのお前だろ。いや、今すぐ今これ貸し待つしてからだったし、もう自分のことばっかりだね。じゃあ見るの片付けすれば、あんた始末。世帯主、あ、この家の世帯主になったやん。
ほんまや、世帯主になってる。うん、世帯主になったということは、どうなるんでしたっけ。どうなるんだっけ。あのメリットとデメリット教えてください。メリットとデメリット、メリットのどうなります、世帯主になったら。メリット、だからあんたの分全部あんたが一人で払うんじゃめな。ってことは家も売れることができると。どういう意味だ。あんたはあんた一人の世帯だわね。うん、お二人だから3人を2対1に分けただけだ、うん、だから僕もここの家の保持者になったところ。なんでなるわけないか。あんただち、あんただち何の、マティアスの家にもなる。あんたの名義になってないよ。むしろあんたはここ、マカの他人だ。保険料払う。忙しいって話しかけるんで。所得税と住民税は個人に換算される。国民税金払いが来る。家を売ることができる。その家の半分の権利がもらえる。メリットだぜ、メリット。あ、来ましたね。はいはいはい、来ました。これこちらっすね。こちらだね。つまりあんたは、いやちょっとうるさい、ちょっと。国民健康保険料が低くなる。後期高齢者医療制度の保険料が低くなる。介護費用の自己負担割合が低くなる。介護、高度介護サービス自己負担額上限低くできる。何これ、本当かこれ。あ、高齢者になってから、あれ高齢者になる前に死ぬから大丈夫です。私文書偽装。あ、イカルトと平八のメリットみたいでね、よかったね。読んであげるよ。トータルは結局保険料は上がる、上がった1万。いやちょっとうるさいです。上がったけどしょうがない、あんたはあんたで払ってもらわないと。あんたね、国民健康保険高くなる可能性もある。高くなったよ。家族手当や扶養手当の対象外になるケースがある、うん、親子世帯が子どもの会社の健康保険組合を利用できなくなる。行政手続きなどに委任状などの手間がかかる、2世帯住宅の場合登記状態によっては小規模宅地の特例を適用できない。そんなことどうでもいいみたいな。メリット、国民健康保険が低くなる。後期高齢者医療の制度の保険が低くなる。介護費用の自己負担割合が低くなる。高度介護サービスの自己負担額の上限が低くできる。世帯分離しても相続には小規模の世帯分離しても相続には小規模宅地の特例の、なんでや、さっき。中でやらないで必要性のほら、だってあいつが違うんだよ。やったじゃん、やったぜやったぜ、いいことや。保険料が安くなったじゃん、よかったですね。マジで保険料が安くなったってよ。マジでどっちかっていうとさ、Wi-Fi変えていく。勝手にやれたからな。目には目は歯には歯をってやつです。
これで実験もできる、うん、やった世帯主になったから、ね、何しても OK やわ。二世帯住宅になった、うん、いや大丈夫でしょう、うん、家は売り、仮にもし売れなかったとしても、まあ、実験はできるということやな。ガソリンマックは放火じゃん。それがいいの。フットサルは無理だね。足が痛えわ。何か悪いことでもしたんか。いや、何か悪いことしたんかっていうか、あれでしょ、世帯分与の手続きは住民登録をして市町村の役所届けがないのは本人、世帯主、代理人のいずれかで、代理人の場合は親族であっても委任状が必要です。あ、まあ、じゃあ世帯主はいいってことになるけど、これだと。いや、意味わからねえ。リスダにごちゃごちゃじゃねえ。税金たんまり来るよ、あなた。いや、いいんじゃないですか、別に。それはそれで。はい、うん。だから、居候の世帯主。うん、彼と部屋じゃ強制主人を偽装したら、お前マジで、うん、大体一人暮らししてる人の8割は世帯主、2割は何なの。8メルカリに出すね。スイコールいいですか。いや、いいけど、何用なの。何用なの。いや、別にいいけど、何用なの。変けどな、上がりたきゃ。じゃあ後で電話してくだち。いや、電話しないですね。電話する意味が分かんない。僕用ないから。どうもならないでしょ、別に。なんかなるの？ならないし、別に。家の家主になる。家と家主。上がれよ。な、はい。なんすか？上がれ。うるさい。はい。あれ、なんだっけ、うるさい。分離して、声。ね、声分離してって。声を分離にして。ちょっと言ってる意味がわからないです。
お前がじゃあそれ聞こ、それ逆にやってみてよ。私やってんだろ。余分にされてませんけど。ちょっとお母様とお話しさせて。いや、お前はする必要がないよね。したいしたい。よろしくりんこ。じゃあ切るね。はい。なんでだよ。いやだって。なんでだよ。なんでだよ。いやだって別に。じゃあ後で電話して。ん？じゃあ後で電話して。しねえよ。なんで電話しないといけないんだよ。いや話したいことあるからお願い。いや俺ないです。バチで。いや俺ないです。あなたがなくて、あなたがなくても私がある。いや俺はないんです。いやあなたがあったとしても俺はないんです。今言ってください。頼むね。しません電話。頼むね。しません。絶対頼むで。よくねえだろこいつ。なんこいつ。うっとうしい話。鬱陶しすぎるだろお前。邪魔もいいとこだよ。NG 洗脳、いや別にブロック対象までにはならないですね。これはずっと常に連投して行ってきてたらブロック対象だけど、別にブロック対象まで行くかどうかって言ったらそこまでではないかな、あちこち荒らしてる。ちゃんと仕事しなよ。何この人、誰。誰この人。前なんかしたろ。いや知らんけど。知ってるくせに。いや知らないっすね。わかんない、ね、ちょっと上がってきてもらっていいですか、追コール。では。知らないんで。知ってるくせにって言うならちょっと喋らないと分かんないんで。はい、今上がってきます。僕知らないので。ニューキャラ、いや分かんない、誰だっけ。全然知らないんだけど。え、誰だっけマジで。M444 ですよ。いや知らないですね。だ誰ですか。鼻なくなった、あるよ。なんか勝手にこんなことされてるし。闇リス、いや知らんな。初見さんなんじゃないの。知らない。昔から見てます。あそうなんですか、ちょっとご存知ないです。喋ったら思い出すかも。ちょっとわかんないですよ。知らないですね。いやマロンさんは知ってるよ、うん、マロンさんは知ってるけど、もし知らないっす。誰、会ったことないし余計にもわからんわ。
あ、みんなお正気分かれと、ペペ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 、はーんです。いや、誰だろう、マジで。ステッカーくれ。あ、ステッカー小敷の人なの。あ、これねえかす。なんでこんなカオスになってんだよ、ね、意味がわかんねえんだけど、なんてやまこの。新しい保険証入りましたね、うん、新しい保険証が。始まりは、うん、歯医者行ける。いや歯医者行けるけど、なんか最近やたら歯医者ってね、ま、すげえなんか人気で虫歯の人が多いみたいで、なかなか予約取れないんだけど。取られた。あ、本当ですか、ありがとうございます。え、ご飯はあるんですか。これご飯ぐらいはありますよね。ないなら俺これ食うけど。ご飯今、ご飯は大体今、おかず作ってる。あるんやって。飯も食っちゃいけないのみたいな。世帯分離したら飯も食っちゃいけないの。ダメだ。なんで？どういう法律に反するの？リカルドが世帯分離したから、じゃあ飯は食っちゃいけないの。うん、なんかコメントがおかしいやん。だから全然違うことで喧嘩してるやつもいるし、食器を毎月納めないと人として。いや、だから家の飯ほとんど食ってないですよね、僕。うん、納めないとも何も。俺が毎日毎日家の飯食ってないと分かるんですけど、俺この今マジで俺家の飯全然食ってないんですよね。だから今月なら一回も食ってないんだけど。マジで今月一回も食ってないんだよね。昨日寿司食ったぐらいだ、久しぶりに。いいんじゃないですか別に。てかマジモーニング配信、モーニング配信はしないよ。家賃を払うの。いや、払わないです。自分でやるということだろうな。まあ別に何でもいいですけどね。家の飯食えんくなったら食えんくなったんで、別に外食するだけなんで。外食するだけなので、吉田で食うだけなので。牛丼、何使いだと頼み方わかるの。お前に何、こいつめっちゃ怒ってんの。どうしたお前。世帯分離してもらってよかった。あんま何も持ってない。
うなぎの日だぞ。ああ。祭りでも行こうかな。祭りでも行こうかな。うなぎは、お好きですか。うなぎ、うなぎが好きですね。今日祭りしてるみたいだけど、水郷祭は行かない。俺いないもん、水郷祭の時。島で いないのか。うん、俺いないんだよね。マジ。いたのか。飯でも食いに行こうかな。世帯主はうなぎ好き、好きだね。うまい。行こうぜ。でこれで飯食いに行くと逆のコメントが流れるんだよ。今度せっかくイカルドさんが飯作ったのにって、どっちやねんじゃない。